ストプリー初となるアニメ映画劇場版ストプリー始まりの物語の公開を記念して、ストプリーとしてストプリー史上初のファーストシングル CD の発売が決定しました。イエーイ。日はなんと6月の5日の水曜日、結成日の6月4日が裏ゲビとなる。ございます。やばせきのファーストシングルのタイトルは始まりの物語。ドリンクして、なるほどな、このタイトルにはどんな思いが込められているのか、そしてこのストプリアニメ映画とどうリンクするのか、なになに、お楽しみに。お楽しみ。ファーストシングル、これ映画の公開を記念してリリースするシングルなので、なんと今回収録されている楽曲はすべて映画に関する楽曲でございます。結構ルート君が、ね、映画のために書き下ろしてくれたオープニング主題歌も、この限定版に収録されていたり、生まれたその時からというね、ルート君が書いてくれた劇中歌をメンバーソロ歌唱バージョンでお届けし、はい、それ楽しかったぜ、楽しみですね、いろいろあるぜ、お楽しみ。そして初回限定版にはですね、なんとインスタントフォト風カードも封入されております。これかわいいな、めちゃ豪華やん。全13種類ありまして、どれか1枚が入っております。そして続きまして、こちらストファミ限定版。今回ですね、ストファミ限定版というのをね、初の取り組みで用意させていただきました。なんとストプリのファンクラブストファミに会員登録しているリスナーさんだけが購入できるストファミ限定版でございます。ちなみに、まあ、今回ねファンクラブにね入ってくれてるリスナーさんに、もっと喜んでほしいねと、もっとお届けしたいよねと、ということでめちゃくちゃ豪華です。そして初のメンバー限定版と、さあ実は5年ぶりでございます。2019年にやったぶりでございます。こちら発売記念握手会が決定しました。実はですね、2019年のアルバムリリースのタイミングで全国握手会、ね、6カ所で行いました。今回は10カ所、そんな前か、した状態で行います。10カ所、やばー、嬉しすぎる、嬉しい。始まりの物語発売記念握手会、イエーイ。メンバーが今回手分けをして全国10都道府県を訪れます。予約の受付はもう9時からスタートしております、アニメート、HMV、Amazon、楽天含めた、ね、各種サイトで予約できます。店舗でもね予約受付スタートされるので、みんなどしどし予約してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして今回ね、右上にも書いてある通り、携帯が8携帯あります。通常版とストファミ限定版とメンバーソロバージョンでございます、ストファミ限定版はストプリ、ね、ファンクラブ会員限定でございます。ただストファミ限定版には握手券、応募券というのはついてきません。お気をつけください、いやついにやな、めちゃめちゃ楽しみ。詳しくはねホームページ、公式 X をねチェックしてくれると嬉しいでございます、お願いします。お願いします。